こんにちは、イラストレーターの松田優です。今日はですね、JR 青梅線の奥多摩駅に来ています。今日はここから大多摩ウォーキングトレイルというコースを歩きたいと思います。前から来てみたかったんですよね、このコースね。マップで説明するとこんな感じ。ここからですね、なんと一般の道路とそれから散策路を組み合わせて歩くことによって多摩川沿いをですね、コリの駅まで、歩いてウォーキングしていけるっていうコースがあるんですよ。で、途中なかなか見どころがあって、白丸ダムだとか、それから鳩ノ巣渓谷などね、ちょっと今11月中旬なんですけど、紅葉の見頃のところもあるようなんです。まあね、一応ね、ご褒美登山ではなくご褒美トレイルと何ですかね、ハイクの中間ぐらいですかね、行ってみたいと思います。それでは気をつけていきましょう。はい、ヤマップにもこの近辺の地図を入れてきました。活動を開始。おお、いつかね、これどっかの山登った時、ちょっとパッと出てこないんですけど、帰り道ね、歩いた時ありますよね、ここね。おお、すごい渓谷、綺麗。全体的にね、紅葉まだちょっと早いかなっていう感じなんですけどね、この先ね、いいとこあるみたいなんでね、期待していきたいと思います。ちなみにね、今日の格好は、一番下はウィックロンの T シャツ着てます。で、その上に、モンベルの、サーマルジャケット、で、その上にね、これ何だったっけな、商品名忘れたんですけど、ミレーの薄手のフリース着て、その上に、ノマドパーカー着てます。まあ今日はね、そんなにね、だらだら汗かく感じじゃないかなと思ってね、あんまり汗冷えというよりはね、普通に厚着してます。はい、下もね、今日はね、終日舗装路を歩くんで、まあ普通のジョギングシューズで、下にね、普通のコットンの下着のパンツの上にアンダーアーマーの薄手のタイツで、その上に、ノースのね、バーブパンツ履いてます。おお、東長畑橋っていうのかな、すごい橋、これこういう風に R で回っていて、川の上を、まあ、通ってるんだ。うわ、すごい景色。おお、結構綺麗ですよ。なんだろう、うん、ちょっとね、紅葉してるしてる。わさび漬け、この辺りね、わさびがね、有名なんですよね。水が綺麗だからかな。こっち側のね、この川と反対側のこの上の方もね、やや紅葉してて綺麗なんですけどね、今ね、こういうちょっと山肌の陰に隠れてね、結構寒いです。うん、もうね、秋すっ飛ばして初冬って感じ。寒い寒い。左がコリ駅 6.4 キロ、大多摩ウォーキングトレイルって書いてあるから、こっちでいいのかな。よしよし、
これさっきと同じマークだからこれをたどればいいんですかね。この下に降りていくんだ。おお、渓谷沿い歩けんのかな。おお、そして再びまたここを下って堀駅 6.4 キロ。おおほうほう、だんだん渓谷に降りていく感じですかね。今ね、こういうふうに道路からねこう分岐して歩道を降りてきて、まさに今こんな感じになってきたんですよね。なんかちょっと面白くなってきそうな気配がしますね。おお、はいはい、今度は右ですね。面白いこういうふうになってんな。お、堀駅 6.4 キロ。ってことは今ほんのちょっと渓谷を横切っただけでまたこういう車道に出てきてしまって、そしてまたこれを行くのか。そしてまさかの上り、結局ね渓谷にこう一回降りてまた車道に戻っていくっていう感じ、一瞬だった。これは気持ちいい道だな。お、なんかトンネルがあるぞ。うわ、カズマ西トンネルだってちょっと怖いな。おお、映るかな。怖い怖い、結構怖い。変なの映りませんように。おお、怖かった怖かった。よかったよかった。ヘッドランプライトとか今日はね持ってきてないからね。ああ、いや、しかし面白い道だな。ここはこう、トロ場というかね、流れがゆっくりで、こう、水が溜まってるようなところですね。おお、これもまた綺麗だな。こうやってね、軽く登ったり下ったりをね、繰り返しながら、こう、すぐそばにね、こういう風に流れがね、見えるというね、結構楽しげなね散策路ですね。うん、もうちょっとしたら本当寒いと思う。今日はねまだ少し降りすぎてればね少し寒いなぐらいで済むけどね、うん、もうちょっとしたらこれ日陰だから凍りつくんじゃないかっていう感じですね。はあ、おお、さっき古民家だと思ってたところはここはレストランなんですね。人生で一番美味しいハンバーグだって、うまそう。正規のルートはこの橋の下をくぐっていくんですけど、せっかくちょっとこう絶景スポットみたいなんでね、カズマ京橋ですかね、ちょっと渡ってみたいと思います。素晴らしいですね。これがね白丸湖なのかな。すごい綺麗。もうね紅葉がね湖面に映ってるというか綺麗に映るんですよね。美しい、素晴らしい。それでは絶景をバックにアミノバイタルタイム。今日は速攻元気、コンビニで買ったら高かった。ねリポビタンデーの味。
世紀の遊歩道の方に戻りたいと思います。こっちですね。こうやってさっきのね橋の下をくぐるんですね。おお、下る、結構下る、こんな感じ。おお、川のそばまで行けるのかな。いいところですね。この流れが緩やかだからね、なんですか、カヌーとかね、あのサップボード、ああいうのやってる方が結構いました。まあこれは気持ちいいわ。見えますか、しらちけちゃうかな。結構ね、見上げるように山肌に紅葉が見えるの。大きな崩落が発生した場所、通行には落石に十分注意してください。まあ今は通れるんだな、うん、まあ気をつけていきましょうか。なるほどね、結構こう石とかでね、こういうところもこう補強してあるのが分かりますね。がっちりね崩れてこないようにしたんでしょうね。お、登る登る、また道路側に出るのかな。結構ね、いい運動になりますね。平地の散歩ではないですね、これね。上り下りがありますからね。お、残り 4.3 キロ。ちょうど真ん中ぐらいまで来たのかな。真ん中よりちょっと手前かな。今日はね、ご褒美登山ではなくてご褒美トレイルですか。ということもあってね、まあ、ラーメンと餅なんてことを言わずに、鳩ノ巣駅あたりでね、美味しいお店でもあればね、お蕎麦か釜飯もあるんだな、なんかねちょっといただいて行こうとかね企んでるんですよ。定休日じゃないといいな。おお、こんな休憩スポットがあるのね。東屋みたいなところもあって、ああここでラーメン作るのもいいかもしれないな。今下ってきたんだけど、結構な下り。そしてね、この先もね、ちょっとまだまだこんな感じで下っていくみたいですね。まあ結構細かい上り下りの繰り返しって感じですね。よいしょ。白くなっちゃうかな。結構綺麗なところですね。長瀞のね岩場みたいなのがね結構間近に見えて綺麗ですよ。おお、かわいいとこだね。駅まであと 2.8 キロって書いてあったんだけど、そっからこんな山になるの。